その後ビジネスは好調に推移したが、懇意にしていたホストファミリーの父親が急死してしまう。突然の訃報に宮野は事実を受け止められなかったが、この出来事から多くの学びを得たと語る。心臓にもともとちょっとこう病気を持っている方で、飛行機の中で実は心臓発作が起きて、飛行機の中で亡くなっちゃったんですよね。僕一緒ではなかったんですけど、すごく魅力的な人 ですごくカリスマ的な方で、もうすごく僕大好きだったんですけど、こんなすごい人間違えるんだな、じゃあこの人だけの、要するにいろんな人のすごい人の言うことだけを聞いて動いたら危ないなみたいなことを思ったのはすごく印象的で、それは本当に大きなこう学びになってるかなって、自分で考えなきゃいけないなっていう。日本に戻った宮野は、当時成長していたコーヒーチェーンタリーズを展開するタリーズコーヒーの日本法人に就職。アメリカとの働き方のギャップに戸惑いながらも着実にステップアップしていくが、あるジレンマがあったことが再度起業を志すきっかけとなった。会社のこういう体質を良くないから変えた方がいいとか、そのこういう売上の報告のあれがこういうのが良くないとか、自分で商売やってたのが多分大きかったかもしれないんですけど、それが当たり前だと思って、要するにその本当に気になることとか、何かおかしいとか良くなるべきことなんだったら、だってとことんやらないといけないっていうものだと思ってたので、お仕事って。それこそその打ち合わせとかしてても、そのやっぱりなんか、宮野さんなんでそんなに こだわるんですかみたいな、なんかもう別に自分のことでもないし、もういいじゃないですかみたいな、なんで自分の商売じゃないのにそんな頑張るのみたいなのとかも言われて、会社勤めてそういうのやるのってなんか周りからしたら変な人だと思われるのかなとかっていう、結構こうジレンマみたいのもあって、まあ、それもあって、なんか自分で会社やって自分でやってるんだったら、すごく一生懸命頑張ってても誰からも変な人だと思われないだろうっていうのも、実はもう一回会社辞めて立ち上げた理由の一つでもあるんです。